秒前です。FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい。この時間は 79.7MHz FM ギノワよりサザンブリーズをお届けします。今日火曜日の担当は FM ギノワスタッフの今西めぐみと、はい、陽気無邪気、漢字弱者の、セイントこと岸本つやです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。5時に、はい、移りました。そうですね。ね。本当にもう5時の…5時の男ですよ、もうこれは。何それ?5時の男、せいやがお送りします、はい、お送りいたしますよ、本当に。火曜日お聞きの皆様、はじめましてですね。はじめましてですね、これ本当。今まで月曜日だったんですけれども、はい、火曜日にお引越しをいたしまして、はい、サザンブリーズ自体も5時にお引越しして、スタートしております。はい、おります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、火曜日に移ったんですけど、先週、はい、土日とかって何してました?ね、風邪だったんですよ、自分。ちょっと咳が出てるんで。そうなんですよ。前、もう、喉もすごかったんですよ、一昨日まで、うん。今日本当にいい感じで喋れてます。よかった、はい。ちょっとガラガラ声で出るわけにいかない。そうなんですよね、本当にもう。ねえ、熱出て、寝てたんだ。土日はもう寝込んでました、ほとんど。かわいそう。大変でした。大変だった。はい。なんとか。なんとか。治ったので。はい。頑張りましょう。頑張ります。ね。今日もいい天気なんですけど、はい、そうなんですよ。土日もめっちゃいい天気で、うん、日曜日だったかな?2日か。日曜日に、はい、私、名護の後期ビーチまで行ってきました。行ったことある?ないです、ないです。あのね、900メートル、はい、ずーっとビーチなの。え?めっちゃ長い。で、ね、900メートル、その端から端まで見えてて、はい、むっちゃ綺麗だった。え、初めて行ったんだけど。バーベキューしてる人いました?バーベキューまだいなかった。あ、まだいなかったですか?うん。へぇ、すごい。バーベキューもできるみたいで、そう、900メートルね、こう見渡せるんですよ。え、全部入れるんです?まっすぐ。海とかも、うん。入れる。え、すごいですね。そうそう。じゃあもう、クラゲいっぱい取らなきゃ大変。まだなんか柵をしてなかったからまだ海開きはしてないのかなって感じだったんだけど、大変ですね、やると。うん、でもすごい、もう本当にエメラルドブルーがね、めちゃくちゃ綺麗でしたよ。へえ、すごい。そう、900って言ったらどのぐらいかな。ちょっと約1キロですよ。1キロ、1キロ見えるってすごくない？多分目はリーカー見えないかも。1キロ先は見えません。見えませんね、自分はちょっと。見えませんね。そう、でもめっちゃ広いところでした。すごいですね。うん、初めて行ったけど、皆さんおすすめです。キョダのね、インターチェンジから降りてすぐのところ。はいはいはい。なのでよかったら行ってみてください。ぜひぜひ行ってみてください。はい、というわけで、今日はですね、はい、4月に入って1回目のサザンブリーズということで、はい、皆さん入学式だったりとか、新社会人、始業式、新社会人だったりとかね、はい、いろんなことが始まると思うんですけども、はい、ね、いろんな環境が変わると思うんです。はい、そんなことで、ね、今日のテーマは、はい、私を変えた〇〇ということでお届けしたいと思います。はい、環境でもいいですし、変えた人でもいいですし、なんだろう、先生とか、ね、いろいろあると思うんで、そうですね、私を変えた〇〇というテーマでお送りしていきたいと思います。はい、はい、今日もたくさんのメール、メッセージお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、 数字の797@fmginowan.com まで。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。はい、スマートフォンからは無料アプリリスンラジオで聞いてみてください。
また FM ギノワのホームページから簡単に聞くことができますので、ぜひそちらもお楽しみください。はい、さあそれでは今日の1曲目いきましょう。それでは、今日1曲目はこちら、3代目 JSOUL BROTHERS で空に住む。はいさーい。はいさーい。ツイキャスの皆さん、こんにちは。ありがとう。ありがとうございます。5時台に映ったので、結構見てくれてる方が多いかも。本当ですね。見やすい時間ではありますね、確かに。春休みとかも。そうですね。こといらっしゃい。みーさんもいらっしゃい。ケインさんもいらっしゃい。カリンさんも。花粉ですか。ああ、花粉。花粉、沖縄ないから。沖縄ないからね。そうなんですよ。そうなんだ、一の人は大変。大変だ、花粉。そっか。花粉が一番しんどい時だと思います。あ、花粉って、あの、スミレとかから出てくる。スミレとか。うん、スミレとか。なんかスミレ。スギかも、スギかも。スミ？スギ。スギ。あ、スギだけの花粉ですか。スギ花粉でこの春に、はい、出てくるから、沖縄ってスギがない。あ、そういうことですか。そう。なんか花粉、全部の花の花粉が。全部の花の花粉じゃなくて。でもなんか花粉症 の、 そのアレルギーの種類によっては、はい、こう稲花粉だったりとか、ある一定のお花で花粉症になる人もいるらしいけど、大きな括りとしては春はスギ花粉。スギ、はい、花粉、うん、分かんないよ。分かんないよ。分かんないよ。そうなんだ。あ、石田さん、ありがとうございます。ありがとう。ロアさん、お久しぶりですね。ロアさん、いらっしゃい。ありがとうございます。そうなんだ。フェイスブック申し込みされましたかね。覚えてないですね。多分したような気がするような。しました。したような、してないような。した、したかな。あ、コウさんありがとう。お茶ありがとうございます。もし皆さんね、コインある方はぜひぜひコインをください。はい、1時間なのである方はコインをください。ありがとう石田さん、コインありがとうね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、コイン。ありがとうございます。延長できます。ありがとうございます。こっそり、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。フェイスブックの最近なんかいろいろ申請が来てて。あ、はいはい。何の人かいっぱい来ますよね。よくわからなくなっちゃって。なんか国会議員の人からも来ましたし、なんかなんでなの。すごい、なんかギノワン氏のし、なんかすごい市議会議員さんとか。あ、はい。あ、よく申請来る。なんかすごい人がいっぱい来るんですよ。でもギノワン出てるって言ってるからじゃない。あ、ですかね。今まで新しい学校でお休みの宿題とか勉強で追われてました。前から見に行こうと思ってたのでやっと来れた感じです。 ありがとうございます。本当学校が変わるっていうことは高校生になったか大学生になったかかな。うん、新しい学校。大変だ。春休みの宿題があるんだね。これ上のページが天気のやつが、あ、いるやん。見えた。
ページからいるし、一旦 CM に行きます。はい、切り替えできた？切り替えがここにあるやつがないんですよ。あ、これですか？これここにもプラスあで電気を、あ、わかりました。でもう一個してメールも出しといて、メール、皆さん、今日のテーマは私を変えた〇〇です。そうです、私を変えた。皆さんぜひぜひメッセージ、メールお待ちしております。画面一瞬だけだったから見えたかな。チラッ、時刻は午後5時12分を回りました、はい、この時間は FM ギノアンからサザンブリーズをお届けしております、はい、ではここからは、お天気と道路交通情報をお伝えします、はい、ではまずお天気お願いします。はい、お天気ですね。はい、今日の4日、はい、東の風のち南西南東の風やや強く晴れております、皆様、はい、そして波が 1.5 メートルですね。はい、はい、で降水確率が 0%。 やった、晴れます、晴れますよ。そして明日5日ですね。はい、はい、南東の風やや強く晴れてますよ。はい、そして昼間からですね、時々曇りが出てきます。はい、そして波が 1.5 メートル、のち2メートルらしいですよ。はい、で、降水確率が 10%。降らないです。これは絶対に。降らないね。うん。で、那覇の朝の最低気温が18度で、日中の最高気温が24度になっています。はい。暖かくなりそうです。はい、なりますよ。下の方の文字もお願いします。はい。ですね、沖縄本島地方では、4日は空気が乾燥する見込みです。だからか、はい、火の元、火の取り扱いには注意してくださいね。はい、火事の元です、しましょう、本当に。はい、暖かいですけどね、乾燥してますので。そうです、本当に乾燥しました、自分も喉から。うん、そこから来てるので、風も気をつけてください。気をつけてください。皆さん、はい。はい。では続いて道路交通情報です。沖縄自動車道下り、伊家サービスエリア付近で故障車が止まっております。お近くを通られる際はスピードを落として気をつけて走行してください。そして、沖縄自動車道下り、宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジ間、工事のため一車線規制となっております。続いて沖縄自動車道下り、石川インターチェンジから夜間インターチェンジ間、こちらも工事のため追い越し車線が規制となっております。
では続いて、宜野湾市内の道路交通情報です。この時間混むんですが、大蛇名から前原に向けて、長い渋滞が発生しております。取られる際は、気をつけてご通行ください。その他のところはスムーズに流れているようです。今日もお出かけされていらっしゃる皆さん、これからもう帰宅の時間になりますので ね、はい、ゆっくり走行して帰ってください。はい、はい、以上お天気と道路交通情報でした。はい、FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。はい。さあ、今日のテーマはですね、私を変えた〇〇。私を変えた〇〇。はい。ということで、お送りしてますが、せいやくんは自分これきっかけで変わりましたって。自分は、そうですね。頑固なんですよ、なんか。頑固？どういうとこが。こんなふう、なんか上の人に、こんなこんなしなさいとか、なんか教えられても、うん。いや当たってる自分がみたいな感じなんですよ。聞き分けがいかないね。そう、親には言われますね、本当に。お前こっちがダメなんだぞって言われても、うん、はい。いや自分はいや分かんないっていう感じで、こうだからって、うん、結構頑固なんだ。なんか貫き通してますけど。じゃあ人から変えられることはないってこと？何か、うん、インパクトみたいなのがなければ。うん、相当変わんないかもしれないです。相当変わんないかな。はい。じゃあ、あの、東京に行ったじゃない。はい。ちょっと前まで。はい。東京から、はい、大阪にこの環境を変えたきっかけっていうのは？ああ、そうですね。あの、まあ、タレントさんになるために、うん、東京に行ったんですよ、自分は。うんうんうん。行って、で、頑張って、ちょっとまた戻ってきたんですけど、はい。やっぱ何も変わってないねって言われて、やっぱり沖縄の人に帰ってきて、あ、そうなの、はい、何も変わってない、変わったんだ、言われました、自分。それって結構珍しくない？めっちゃ言われます、なんか何も変わってないねって言われて、うん、で、なんかちょっと夜のあのお仕事 してた時とかも、うん、何も変わらないよみたいな。それはなんか逆にこう、はい、芯がしっかりしてるっていうのがなんか影響を受けなんか、そうですね、うん、一応受けやすいんではあるんですよ、影響は受けやすいけど、うん、変わってないって言われます、めっちゃすごい自分を言われます。それは逆にこうタレントとしてキャラが立ってるというか、あ、なるほど。でなんか周りの人にそれ恥ずかしくないのかって言われて、うん、何しに成長しに行ったんだって言われたんですけど、うん、自分はもう全然もうこれがセイントだから、これがセイントですみたいな頑固これがセイントですっていうのをあの やりたいので、もう全然、へえ、 ね、それもキャラだね。なんか言われますね、なんか変わってないなって言われます。へえ、リスナーの皆さんはどうでしょう、環境が変わったとかね、この4月なのであると思うんでね。さあ、ツイキャスの方もですね、コメントたくさんいただいてます。はい。先ほど、ロアさんかな、はい、今まで新しい学校の春休みの宿題とか勉強で追われてました。前から見に行こうと思っていたので、やっと来れたって感じです。コメントいただきました。はい、ありがとうございます。本当に。ね、新しい学校、うん、ね、変わったみたいで。そうですね。高校生になったのか。大学生になったのかな、どうだろう、どっちだろう。いや、環境が変わったら緊張しません？新しい学校行くとか。まあそうですね、やっぱり、うん、もう1ヶ月は多分喋らなかった、学校、高校の時自分がみんな多分喋らなかったですよ。え、みんなと喋れなかった？喋れなかったですね。え、他のみんな喋り、他のみんなも喋ってなかったですよ。1ヶ月はもうずっともうシーンみたいな感じで、高校生、そういうもんじゃないですか、高校生って。沖縄あるある？沖縄、そう、あるあるかもしれないですよ。大阪の子めっちゃ喋るよ。そうですか。なんかもう中学校とかの団結力がすごいから、絆が強いから、うん、なかなか打ち解けにくかった。そのグループだったら喋るけど、そうなんですよ。他のこう知らない人が。そう、いっぱい来るから、そうなんですよ。発動しちゃう。みんなすごかったですよ。マジで。はい。
そうなんだ。そうなんですよ。沖縄の人シャイだからかな。ですかね。うん。でもその後は普通にも仲良くなってみんな喋ってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいかかりましたよ。なんか仲良くなったらめちゃくちゃ仲良くなってるイメージ。うん、ああ確かにそうですね。もうねクラス全員仲いいみたいな。うん。そうですそうです本当。感じになるよね。うん、沖縄の方。春から花の JK ですってコメントいただきました。ああ、そっか。JK なんだ。JK。今春休みっていうことでね。そうですね。聞いてもらってます。ありがとうございます。続きですね、もう本当にもうコメントがたくさん続いててありがとうございます。こういった形で、Twitter でコメントしていただいてもこちらで拾えますので、はい、ぜひぜひメッセージお願いします。ぜひぜひね、はい。さあもう一個ぐらい読もうかな。はい。メール。メールが。メールが、いつ来てます。こんにちは、静岡のマルモ、マルモさん。マルモさん。マルモサテンです。はい。あ、昨日16時頃に FM 宜野湾お土産を持って行ったのですが、はい、オンエア中でスタッフの方がいなくて外お土産と名刺を置いていきました。あ、皆さんで静岡のお茶をお楽しみください。ではまたよろしくお願いいたします。あ、皆さんすいません、ありがとうございます。昨日ね16時台結構バタバタしてて。あ、そうですか。そうなんですよ、オンエア中でスタッフがこの中にみんないたので。あ、なるほど。外に受け取れなかったんです。静岡から来ていただいたんです。ごめんなさい。そっかそっか。お茶いただきますね。ありがとうございます。みんなで分けたいと思います。はい、お茶。はい、そして、もう一人来ています。はい、コウさんかな。あ、コウさん。コウあと餃子さん。はい、はい。僕を変えた〇〇は、はい、香川県で開催されたアニメイベントです。僕は今までは他人に決められた道を歩いてきたような感じなのですが、このイベントに参加して声優さんになりたいと強く思うようになりました。養成所の試験も合格して、今月から本格的にレッスンがスタートしますっていうことです。はい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 。香川県で行われたアニメイベントに。へえ。いいですね。行きたい。そう、せやくんも好きだし。はい、そうなんですよ。行きたい。めっちゃいい。こうさんは香川県の方かな。そうですね、香川県の方みたいですね。こういうアニメイベントって、はい。あ、こう声優さんが来るアニメイベントに行ったのかな、この方は。だと思いますよ、もしかしたら。うんうん、もう最近声優さんすごくて、また。すごいですね。もうぐんと来てて。うん、自分の声優さん好きなのは中村雄一さんが。わかりますかね。何の声の人。カラマツの声とかしてますよ。ああ、はい。その人だ。はい。いい声。いい声なんですよ。また本当にユーキャン、うん、中村雄一さんとか、もう本当にね声優さんなんかなりたいっていう方が。そうなんですよ。ね、最近。なんかもう写真集とかも出すぐらいだから、今。そう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 、顔出しているからね、声優さんも。曲とかね出したりとか。そうそうそう、すごい人気なんで。幅広い本当。声優さんになりたいっていう人も多くなってきてると思う。めっちゃ多いですよ。コウさんもその一人っていうことで。はあ、すごいな。春から頑張ってください。頑張ってよ、ね、ありがとうございます。でもツイキャスの方に、はい、長崎出身の東京在住ですよって来てます。あ、そっか。あれ東京になんか仕事してましたね。東京だけど見に行ったんだ。してたよ、確か。香川県まで。すごい。遠征。どんな声優さんなんだろうね。どんな声優さんですか、教えてください。そう、カラマツって言ってますよ。そう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 、そうよ。うん、あの人ね、ほんといいよね。ほんとにもう声が素敵です。声が素敵ですよ、ほんと。あ、恋するかっちゃんさん来ました。 ありがとうございます。メグタンセイントさん、サザンブリーズ、セイントブリーズって書いてある。セイントブリーズのリスナーさん、こんちーす。はい、ありがとうございます、ほんと。変えますか。セイントブリーズ、セイントブリーズに変えますか。改名、火曜日だけセイントブリーズです。よろしくお願いします。ありがとうございます。もはい、皆さんの私を変えた、変えたね、
引き続きメッセージメール募集しております。はい、お待ちしております。メールアドレスは797@fmgino1.com です。よろしくお願いします。はい、ここでもう一曲お届けしましょう。はい、今日はチェンジということでですね、はい、雨のパレードさんのチェンジ・ユア・マインド。セイントフリーズカミングスセイントフリーズカミングスやばい。そいつおかしいから今日あの言い訳できるからね。そう、喉おかしいからって言えますから今日。喉が結構しんどそう。もう昨日おとといがもうすごかったな。中国からの BM2.5 が沖縄すぐ到達するからさ、すごいですね。 BM と影響が BM PM PM もうね、漢字も英語もアルファベットも言わない。本当ですね、もうミンカーだから耳が悪いんですよ。耳が悪いのなんかさっきなんて南西南西って言ったら南東だし、南東漢字も読む。助けてください、もう本当に東西南北も読めて。もうなんか南西みたいなのあるじゃないですか、あんなの難しい。あれとかも南西習ってない自分は。南西、うん、南西南南北。絶対習った。いやでも習っ、いやなんか南そう西南西もあるからね。難しい、全然わからん。こんなですよね。そうもうこんなこれとこれでいいですよ、もうこれとこれ。でも沖縄言い方が違うね。そうなんですか。上がりとか入りとか。上がり入りって言うんです。で言うじゃん。わかんないです。東のこと上がり、はい、西のこと入りって。初めて知りました。聞かないですね。嘘、言うじゃん。言うんですか。南も北も違う。嘘。沖縄人なんで。上がり、あ、そうなんだ。アニメーター。アニメーター目指そうとした時期あった。高校生が全くこれってさ。そうね、周りがね、なんか普通のもう一般的 なんか企業の仕事をしてるとなんか 焦りますよね。確かに、あ、自分って方向性間違ってんのかなってなりますよね。その気持ち分かります、自分も。結構ね、親からも反対されたりとか、やっていけんのかとかね、やっぱ言われると思うんですけど、自分は貫き通しましたけどね。言われたけど変わってない言われたけど絶対にこれやるみたいな感じね。そうそれがね、ブランドになっていったらいいと思います。そうですね、これがまた、アニメーション作れるんですか。すごい。これが高すぎてダメでした。ピコピコピーしたんですね。しいと思う。うん、あ、かっちゃんさん、今日のテーマは私を変えた〇〇です。そうです、私を変えた〇〇。ザンブリーズも5時に変わりましたし、はい、身近な変わったこと教えてください。あ、明日から学校なんだ。あ、そうなんだ。2ヶ月もあったの休み。やっとアメリカだよ。アメリカみたいですね。アメリカみたい。
アメリカもありますよ、2ヶ月ぐらい夏休みが。サマーバケーション。サマーバケーション。せやくん準備しないと。そうだ。準備しない。呼ぶね。ちょっと画面から。こっちで。時刻は17時30分を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さて、続いてのコーナーに行ってみたいと思います。続いてのコーナーはこちらです。セイント調査団。やっていきましょう。今日はセイント調査団です。大将、情報を持ってきました。はい、セイント君、今日はどんな情報ですか？報告したいと思います。はい、今日はカラー、色について報告したいと思います。色について。はい、何でしょうそれは。私セイント、いつも青色の色を、うん、よく身につけてるね。身につけてますね。なんと、はい、色に皆さん、人間騙されることがあるんですよ。どういうこと？はい。で、青色っていう色なんですけど、はい。どういう印象を持たれるかというのをちょっと調べてみました。はい。はい。青色、一番人気のある色。そうなんだ。みたいですね。で、嫌う人がいないみたいです。うん、で嫌いじゃない、集中力を高める、うん、で想像力が豊かになる豊かになるで、まあ、あの食欲を防ぐっていう効果もありまして、睡眠効果もあるみたいですよ。で、うん、1対1のコミュニケーションを円満にさせることもあるんですよ、青って。へー。でなんか青はこんな時に使いますよっていうのがありまして、まあ、爽やか、若々しい、うん、信用、信頼できそう、頭が良さそう、で、うん、落ち着きなどある印象を与える好感度を上げるような。好感度アップ。はい、アップがあるらしいんです。青って、皆さん。で、青はまたちょっと、まあ、冷たいとか、そういう印象も持たれはするんですけど、うんうんうん、僕、そんな感じもする。あの、20歳なんですけど、うん、落ち着きがあるっていう色なので、25とか。マジで間違われるんですよ自分。まあ確かに大人っぽいですよ自分、うんうん、あの色気も出て色気も出てて、はいはい、もう大人の雰囲気を出していこうかなと思って、まあよく言われる、まあまあしょうがないって思いながら見てますけどこういう感じで騙されてるんですよ、色に皆さん。そうなんだ。はい。で、ちなみにメグさんが好きな色が黄色ということなので、黄色も調べてきました、はい、ちゃんと。はい、黄色はですね、脳を活性化し、頭の回転が速くなる、うん、そして会話をスムーズに、なることもあるらしくて、人との距離感も縮める効果があります。へぇー。そしてまあ、ね、明るくなるっていう気分が、うん、のもありますね、黄色は。で、黄色がこんな時黄色が成り立つじゃなくて、なんだろう、役に立つ、うん、役に立つ役に立つ効果がですね、話すのが苦手でもっと上手に話したい時に黄色いのを身につけた方がいいらしいです。へー。で、まあ、誰かと仲良くなりたいとかも黄色がいいみたいで、うんうん、あと夢や希望に向かって突き進みたいっていう時に黄色のものを全身皆さんつけてみましょう。はい、今の時期にぴったり、今の時期ぴったりなので皆さんぜひぜひ全身黄色で、黄色、全身黄色ってちょっとやばくないこれだとあのもう今年1年はお金も貯まるし
人ともできるし、金運アップ、はい、アップにもなりますよ。本当に皆さん黄色全身、黄色全身で明るくなりたい、明るくなりたいじゃない、あの人気者になりたいとかだったら青、うん、おすすめですよ、うん、本当に。はい、でまだあります。まあ色は人によってまあ印象が変わるんですけども、好き嫌いも結構あるんですよね、やっぱり皆さんね、色ってね、うんうん、で赤やピンクはまあ人気の色がすごくて、うん、まあまあ、好きだという人の数に近い数の人がなんか嫌いな色だとまた言ってて、うん、すごい激しい 色なんですよ、なんか嫌い好きが赤、ま、ピンク、そうなんですよ、まあ、黒と、まあ、緑とか、まあ、他の色はさ、うん、また大雑把に見れば半分半分また好みがあって分かれるんですけど、うん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 、もう人間があのあまり嫌いじゃないなっていう色が2色あって、はい、その2色が青色、うん、青色とオレンジなんですよ。あ、皆さんこの2色が本当に嫌な色ではないって思うみたいな、人間が嫌な色じゃないよね、なかなか思う、うんうん、なんかいないみたいなので、ぜひぜひね、本当に青色オレンジを身につけてみてください。ぜひぜひ、オレンジも好きよ、オレンジもいいみたいなので、うん、だからオレンジまた幸運とかも上がりますので、色でなんかよく言うじゃないですか、なんか嘘っぽいなんか占い師さんが言うじゃないですか。何言って何言う、なんかあのオーラが見えますみたいな、色 が見えます、あなたには青色とか、うん、でもあれは本当に色が関係してるらしいんですよ。なので嘘っぽいなと思うかもしれないけど本当にあるので、ちょっと、うん、あの10分の1ぐらいは耳を傾けてはどうですか。その人にでもなんか黄色とかオレンジ身につけるとなんかハッピーな気持ちになって行動的になりますよ、はい、あほら騙されてるんですよ、うん、騙されてる、はい、で青いお皿を使うと食欲がなくなるから、はい、 それは合ってると思う。そうなんですよ、だって白いご飯に青色食べれます？食べない。そうなんですよ、うん、はい、そういう効果があるみたいなので、うん、ぜひぜひ皆さん、なるほど、自分の色とかでまた小さい人がまた赤色とか身につけてたら、うん、赤色ってでかく見られるんですね、はんはん、強いっていうイメージもあるので、ちびちゃんはね赤いものをつけてみてください。いいかも、はい、いろいろあるので効果が、ね、ぜひぜひ。ツイキャスコメント来てます、ロアさんがね、はい、黄色と青を組み合わせて学校に行けばバッチリってことですね。そうなんですよ、でも黄色と青ってね、はい、のび太くんじゃない私思ったけどのび太くんじゃない、のび太くんだ、のび太くんだ、まったく新入生のび太で行けばいいと思う。そうですね、のび太くんで行けば大丈夫だと思いますよ。大丈夫だ、うん、のび太のくせに多分怒られると思うけど多分言わ頑張って仕事してれば多分のび太のくせに多分思われるかもしれないけどやってみてください、皆さんやってみてください、うん、多分青いタヌキが来ると思うんですけど本当だ、青いタヌキが助けてくれると思うんで、はい、皆さんぜひぜひね、色とかもちょっと気にしてから行ってみてください、ぜひぜひね、はいはい、以上以上セイント調査団でした。はい、FM ギノワンからサザンブリーズをお届けしておりますよ。はい。はい。今日のテーマはですね、私を変えた、まるまるということでお送りしております。はい、メールがね、来てるかな、はい、来てるかな、せいやくん、見れますか、メールを紹介してみてください。はい。あ、来てますよ。はい。はい、あ、待って、来てるけど、こっち違うな。一個前かな。はい。いや、読みますね。はい。メグタン、セイントくん、サザンブリーズのお聞きのリスナーの皆さん、こんちーす。こんちーす。テーマ、私を〇〇を変えた、かっちゃんはね、うん、サザンブリーズからが、4月から、5時からなったと、俺のツイキャスの視聴時間を変えたな。うんうん、あと俺が火曜日だけのサザンブリーズの番組名を変えるぜって言ってますでセイントメグブリーズ火曜5時スタート以上だ、
恋するかっちゃんさんからですね、ありがとうございます、はい、変えてくれました、視聴時間を変えたな、はい、その通りです、そうですね、はい、前から多分決まってたと思うんですけども、セイントブリーズですね、はい、セイントブリーズですねさっきねケインさんがねセイントブリーズが一瞬セイントフリーズに見えたってセイント君もフリーズしないでください、はい、そうですよ、はい、頑張っていきます、ダメですよ固めたらはい、かっちゃんさんありがとうございます、ありがとうございました。さあ、そうなんです、今日はね、うん、テーマもあるんですが、はい、コーナーももう一つしていきたいなと思いますの です、 CM の後また CM 挟んでもう一個コーナーに行きたいと思います、はい、はい、一旦 CM です。すごいね、メールがいっぱい来る、いや嬉しいよ、こちらになってて、はい、横に星マークついてるのが、はい、コーナーに来たメールで星をつけてる。あー、なるほど。その中の銀のホタルさん、セイントのブリーフ？セイントのブリーフ。違いますね。あ、メガネもつけていかない。そうね。うん、メガネもつけていかない。通りすがりの、あ、ソムリエさん、こんにちは、やっほセイントのおまじない。はい、はい、このコーナーはセイントのおまじない、おまじないということでです、はい、このコーナーはですね、はい、皆さんの今週予定されている何かちょっと億劫だなと思う予定だったりとか、ちょっと緊張しちゃう、うん、どうしようっていう予定に向けてセイントがうまくいくようにおまじないをするかけますよコーナーです。はい、メッセージがたくさん来てますので紹介しましょう。はい、そっちから行こうかな。はい、じゃあ自分から、はい、はい、ラジオネームコウアット餃子さんから来ております。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、4月中旬読めて声優養成所での初レッスンがあります。初めてなので緊張と不安でいっぱいです。アドバイスとかいただけると嬉しいですということなので、はい、はい、なるほど、はい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 、4月中旬から行くんですね。そうですね、やっぱりね、声優さんっていう仕事はね、本当にもう特別な、なんかちょっと特殊な行為の人とか、また確かにね、限られてくると思うじゃないですか、うん、やっぱり、うんうんうん、でも、ま、あ、安心してください、本当に僕も、うん、あのアプリとかであるんですよ、声優のなんかアフレコするなんかアプリがあって、何それ面白い、声優っていうアプリがあるんですよそのままなんですけど、うん、あるんですよ。そこでちょっと演技の練習とかも僕はしてました。いいかも、はい、で、あのコラボする人がみんな下手くそなので、うん、コラボもできるんだ。コラボできるんですよ、うんうんうん、他の人もいっぱいいるので、だからなんだろうな、あ、こういう人もいるんだって思いながら
よし負けないぞって気持ちでねやればできますので、そうなのでね、ぜひぜひ、うん、あのアプリの声優っていうアプリを取ってみてください。使ってみてください。使ってみてください。で、まあ、不安緊張、まあそうですね。あ、自分はまあコスプレとかもして、うん、あの演技するんですね。なりきって。なりきって自分は。いいね。自分親いても普通にやるんですよ。うん、お父さんお母さんいても、いても普通に口貸してやるとかさ言ってるんでお前だなとか言ってるんでもう これぐらいでちょっと芯が強くないと、そうないとちょっときついかもしれない、うん、またね、うん、いろいろ精神的に来るみたいなので、そうですよね、不安いっぱいだと思うんですけども、うん、まずコスプレしてからやってみたらいいかも、やってみてください、うん、はい、そうするとあのセイントパワーも送りやすいので、はい、ぜひぜひこうさんちょっとねコスプレしながら、うん、ぜひぜひやってみてください、信じてねやってみてください、声優ってねアプリ取ってみてください、はい、ありますので、はいはい、ちゃん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 でしたなんかおまじないのワードとかあるあ、ありますよ、はいはい、あのですね、心の中にセイントパラリンせーの、セイントパラリン、はいっていうのあの心の中にね言っとけば、あのパラリンって意味はあのパラダイスしてるって意味なんです、はい、ずっと心の中でセイントパラリン、セイントパラリン、セイントパラリンって言っとけば大丈夫ですよ、はい、もう自分が一番なんだ、自分あなんて素敵なんだって思います、はい、僕は言ってます、セイントパラリンってなんかあった時はそう、パラリンって言ってますので、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、次行ってみましょう、次行きましょう続いての方はこちら、はじめまして、ラジオネームもっくんと言います、はい、この春新社会人になりました、お昨日入社式を終えたのですが、はい、僕は人に合わせるのが苦手な性格です、なるほど、一人でいる方が楽なのでつい人を避けてしまうのですが、こんな性格だと社会でもうまくいかないと思うんです、初対面の頃は何とかなっても、だんだん人が遠ざかっていくようです。もっと人に気に入られる努力をした方がいいんでしょうか。人に合わせるのはストレスですが、これから社会人、うん、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。セイントさんのおまじないもよろしくお願いします。はい。そうですね。やっぱり社会人ですね。新社会人ということなので、うん、多分もう、全部が多分ストレスだと思いますよ。本当に。もうなんか、一年頑張れれば、あとはもう大丈夫なんですよ。なんか自分の友達も本当に1年頑張れない人が多くて、うん、やっぱり辞めていく人が多くて、結局そうだね、1年頑張ったら、そうなんです、頑張ればもう本当に2年3年続きますよ、うん、本当にもうだからもう最初は多分はっちゃけられちゃいますよもうイラ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 多分なっちゃうと思うんですよ、はっちゃけられちゃう、一人がいる方が楽なのでって言ってるから、うん、なんかその一人になる時間はなる時間で設けて、うん、で会社では会社でみんなとこう仲良く喋る時間を設けて、そうですね、切り替えたらいいかも、そうですね、飲み会とかも多分誘われることも多くなると思うんですよ、やっぱり、うんうん、そこはやっぱ行った方がいいんです、うん、普通に行った方がいいですよ、そこはね、それはそこは行った方がいいんですよ、一応は嫌だな、うざいなと思う、わかるわかるわかるよわかる、自分もうんわかるわかる、行った方がいいと思う、そこは行って一応ごま、自分は一応ごまするんですよ、 うまく僕はうまくごますって、うん、で上からこれあれって言われるんですけど、いや僕はしませんっていう、そういうでもそれも OK だよねはい、それも、うん、もうイエスマンはダメですから最初に、そうそうそう、そう断る勇気も必要です、うん、本当になんかね、うん、あのブラック企業とかね、あったじゃないですか、ありますね、いっぱい、もこれって私残業10時間とかしてるけど、うん、給料発生してないけど、うん、やりがいがあるから頑張ろうって思ってる人いるかと思うんですけど、うん、それってなんかちょっとおかしいなと思ってみたら言うべきですよね、うん、そうですね、でもやっぱり本当に、うん、うん、本当ですよ、なので最初はちょっともうストレスが溜まるかと思うんですけども、うん、頑張って1年頑張って乗り越えましょう、そう乗り越えてみてください、うん、でもきついなと思ったらやめてもいいんですよ、うん、普通に、うん、ね、無理せずに違う道もあるかと思うので、はい、
じゃあちょっとひとまずね呪文を唱えていいですか。はいはい、どん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 セイントどんどん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、セイントどんどん出ました。セイントどん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 ってことでどん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 もう勇気がどん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 っていう感じ。次行きましょう。行きましょう。次メールで来てるんですよ。はいはい、もう一個読みますね。はい、メグさん、セイントさん、こんにちは。はい、ぜひセイントさんにかけてほしいおまじないがあるのでメールしました。はい、実は割と最近仲良しさんがラジオの放送を始めたらしいのですが、はい、その番組が人気になってほしいのです。はい、というわけでおまじないをよろしくお願いします。はい、 PS 放送時間が変わっても頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、仲良く、うん、どういう番組なんですかね。どういう番組なんですか ね、 ね、最近始まった、ちょっとライバルですね。本当な、はい、ちょっと僕たちも頑張って今頑張って、はい、この火曜日に変わったとこなんで、そうですね、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。そうですね、どんなラジオ、ラジオ番組なんですか。普通のもあれなんですかね。何番組だろう。ツイキャス、え、でもラジオの放送って書いてる。あ、書いてるや、ラジオの放送、うん、はい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 、うん、仲良しさんが、なるほどね、人気になるようにおまじないお願いします。はい、タン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 、キジムナガチョンチョン。なにそれ、キジムナガチョン。妖怪のせいなんですよこれは。妖怪のせい、そうな、妖怪のせいで。そうなんですよ、キジムナガ来たら今いっぱいいるからさ、こっち本当に危ないわけ。危ないわけよ、ここ。本当に。溜まってます。溜まってるわけ。そう。やられるよ、本当に。頑張って。人気の番組。ちょん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 やっていきましょう。はい。頑張っていきましょう。ということで。もうこれ締めにくいわ。締めにくいですね、本当にもう。以上、セイントのおまじないでした。出たさあ、ここで一曲、はい、エリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドをかけながらですね、ちょっと、はい、FM 技能案からお知らせをさせていただきたいと思います。はい、はい、この番組なんですけども、サザンブリーズは3時から5時に放送時間がお引越しいたしました。はい、毎週月曜から金曜の5時から放送になっております。はい、4月から変わりましたので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、他の番組もちらほら変わってるので、ちょっと新番組を紹介したいと思います。お、明日水曜日なんですけれども、はい、お昼13時からそれってどうなの沖縄の話という番組が始まります。はい、沖縄の基地問題だったりとかの番組になっているそうです。うん、新しい番組ですのでぜひお聞きください。はい、そして、水曜日の16時30分からは、はい、宜野湾市社会福祉協議会の社協さんが新しく番組を始められます。宜野湾注意 CG タイムが16時30分から始まります。そしてもう一つ、金曜日の、夕方3時、15時から、沖縄国際大学の学生さんが新しく番組を始められます。これがまだタイトルが決まってないみたいなんですけど、学生さん目線でトークされるみたいなんで面白いと思います。なるほど。ぜひ、金曜日3時、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで4月からですね、番組がいろいろ変わってますので、ホームページの番組表などチェックをよろしくお願いします。さあ、もうそろそろエンディングの時間が近くなってきました。早いですね。ツイキャスの皆さん、コメントたくさんありがとうございます。いや、ケインさん、そんな不思議でケミクルなおまじない、うち的には OK 牧場や。野中の銀のホタルさん、散らかしたって言われてます。
最後散らかしました、ね、散らかしましたね。拾わなきゃ拾わなきゃです本当に。ヤンさん不思議な気持ちになるコーナーキジムナは何だったのか見えたので言っとこうと思って。ヤンさんすごく真面目そうな番組になって言ってくれてます。そうですよそうですよ、もうこちら真面目に、こちらね、はい、FM 宜野湾から宜野湾市の情報をお届けする番組ですので、はい、そうですよコーナーは別で考えてくださいいやでも楽しいコーナー、また来週もありますの で、ね、はいはい、来週もセイントのおまじないコーナーに投稿お願いします。はい、懸命にサザンブリーズ火曜日と書いていただいて、セイントのおまじないコーナーまでお送りください。はい、よろしくお願いします。いはい楽しみまた来週も楽しみにしましょう。はい、さあということで、この後も番組続きます。18時からレッツ深呼吸があります。この後も FM 宜野湾でお楽しみください。ださい。それでは本日の担当は FM 宜野湾の今西恵とセイントでした。さよなら。じゃあねー。ありがとうございました。